はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。あ、ごめん、ちょっと笑っちゃった。あのね、FNFNC マジやってなかった。これめっちゃ忘れてた。ごめんなさい。やるやる言ってて、これ多分最初の頃から言ってたんですけど、これ当たってたのに、一番最初に多分当たったのにやってなかったです。配信ではもうすでに何回か使って、ロングレンジパネルがいいかなと思ってこれにしてます。で、かなりね、安定感の高い武器でした。で、まあ、一応ね、配信の方では使ったんで、それの感想を言いつつ、選別戦やっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。おー、マイゴー、危ない！藤坂リリックっていうね、名前の人が敵にいるんですけど、僕もね、あの人の方はね、好きですね。まあ気になる方は藤坂リリックで調べてみてください。おー危ない。あ、ジャンプし結構当たるな、これすごくね。ほらほら、これめっちゃ当たるじゃん。あ、こんにちは。おー、俺の目の前にさ、マズルブラッシュ出てきてびっくりした今。まあ、射程もあるし火力はまあないあんまり高くはないけども、個人的には扱いはすごくやりやすい。ほら今みたくね、落とせないんだよ。あそこで落とせる武器だと非常に、評価が高いかなと思うんですよ。おお、敵です。これジャンプ地であそこ抜けたらね、強いんだけどね。おお、火力、まじ火力ってか守備射力がいいから。あー、お前がこれいけたのに。いや、いいね今のがね、非常にね、集団の良さとあとは連射力のね、噛み合った部分かなと思う。ああいうのを逃さないってのはいい倒し方だよね。だからね、おお、強いね。やっぱ集団の良さがにじみ出てる。やれねえか。あー、やれんか。変なクセがねえんだろうな。無駄にこう出てくる下げなきゃいけないとかさ、そういうのがねないからいいんだろうね。ちょっと待って、やばい、死にそう。のそ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 、ほらね、これ連射力がまあまああるからできんよ。あー、無理か。あー、終わってしまう。あー、終わっちゃったか。ジャンプ打ちも優秀だしな。いいね、この武器。ちょっと始まるまでにね、ちょっと説明します。あんまりさっきね、この武器にちょっと感動してて、久しぶりに使ったからね、感動してて説明するの忘れたんですけど、フルオート、または指切りでこうやって打てます。すごく簡単。マジで簡単。な、俺無理やりでもフルオートでもいいかな。やりづらかったらフルオートでもいいし、全然。なので、フルオート指切りで、こうやって適当にバーって打てるんで。で、あとしっかりストッピングしてあげると、もっと止まるかな。あ、まっすぐ飛ぶかな。なので、そこだけ意識してやってみてください。ありがとう。よいしょ、顔文字。正直、こういう武器で、ね、もう射程80とかにしまえばいいんだよね。火力低い武器はね。そしたらさ、こういう感じ？こういう感じで決め、やるみたいな。これで来てくれたらね、一番いいんだけどね。おおお。センターじゃないか？内側もね、音出てるしね。さあ投げ返し、投げ返し。わあ、来てる来てる。さっきの螺旋でのダメージが44ダメだね。で、頭に貫通で入ってたんで、それで60ダメくらい減ってます。頭入れてれば多分落とせた可能性あるね。
ナイスワンキルですね。でかい。この正義に最後の引き金を。いるよ。敵発見。逆にこっちに木卓みたいな。無理か。さあ、まあ未だに1ラウンドも取られてないというのがね、こっちの味方の強いところ。ただスナイパーがね、ちょっと心もとないよんで。手榴弾強敵。ちょっと今リコイルコントロールしてやばい。めっちゃ上まで跳ね上がってもあれ見て。やばくね。目標地点の偵察を目指す。やば。粘りすぎ。めっちゃ粘ったんだよ、ね。味方が削ってくれてだったらあるけど。やっぱね、頭に入りやすいんだよ、これ。やっぱ頭なんだよね。やっぱジャイアンツって感じ。全然違う。グレネード入れとくか、とりあえずこっち。泣かなかったよな今。まあ出てるとは思うんだけど、多分でもちょっと違うとこに寄ってんだろうな。うまい、味方が強かった。やばいんじゃない。手榴弾強敵。さあ、これは非常にやばい。どうしたもんかね。いるよね、しかも。爆弾が設置された。そっちのパターン。後ろ来てるし。うえー、見てる。すべて来ないんだね。びっくりですよ。了解。黒を立てるな。よくやったな。まあでも3一だからね。ちょっと入れた。かなり入れた。半分ぐらいかな、でも。正直。スモークでも張って。攻めれないようにしとけば。味方が、あ、そっか、速乾抜いたのか。味方が撃たれた。当ててく。何それみたいな感じだよね、相手が死んだら。おっと、やばい。シフォダン。来てくんねえかな。マジ頭もらっちゃったよ。作戦は失敗だ。あ、こっちも壁抜きだ。これではね、壁抜きになっちゃうと痛いよね。落とせてたね、今壁抜きじゃなかったら。もったいない。まあ、振りポジだししょうがないね。スナイパー多いな。こんにちは、入らせていただきます。あ、押したやった。さあしっかり。おい、セッポンいた。あれいたっけ。俺見たよね、セッポン。あ、俺見逃した可能性あるな今。さあ3対3。
やばいですね。落としていく。マジ頑張った。ワンチャンかけるしかねえな、こりゃ。え、やば、怖すぎなんだよ。やだ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 。本格的にまずいです。やばいね、逆転されてしまった。なんとかセンター止めてる感あるけど、お、これスナイパーだったの。お、怖っ。見えんな。いけるぞ。この正義に最後の引き金を。これは普通に市中でいいんじゃないか。ほら、あ、俺もあっち行こう。こんにちは、どうも。戦いましょう、戦いましょう。まあ負けないよね、削ってますから。え、はい、そんなわけで FNFNC 使いました。改めて 76.5 という射程、十分ねロングレンジバレルで長いんですけども、これライフリングにしちゃうとね70切っちゃうんで、まあでもこう何もしなくても71ぐらいあるような、武器がいいかなと思います。こういうね課金武器、今の時代はそんぐらいあってほしい。70以下ではない武器であってほしいかなと思います。まあでも集団がすごくいい、すっごい扱いやすい、 AMD より扱いやすいですね。だから AMD はこれにちょっと集団悪くして、まあ連射力と火力これまあ上げたような感じ、まあ、僕のやつはこうなんですけど、だから個人的には AMD の方が強いですけど、ただこいつはそれ以上に使いやすい、だから誰でも扱える、万人受けしやすい、そんな武器でした。マジで事故が少ない、事故っていうかそのリコイルコントロールでの事故ね。なので僕は非常にいい武器だと感じましたね。非常におすすめですね。だからこれね1回ぐらいね、もうまだ持ってない人はね当ててもいいかもしれないですね。俺が前持ってたダイヤモンドとは性能違うのかな、これなんか売ってる感は違うんだよね。ごめんな、もう何ヶ月、1年以上も前だからさ、あんまりこうはっきりとは覚えてないんだけども、でもね非常に使いやすい。ちょっとダイヤモンドどこ、その前にそれぐらいなんだけど、どこでしょう、ダイヤモンド、どこダイヤモンド、どこで、あ、これか、あ、あったあったあった、今ダイヤモンドじゃないけどパンツァーか、似てるやつで言うと、まあ、これとはもう明らかに性能違うね。本当に使いやすかったね。というわけでね、ぜひぜひ皆さんボックスかなんかで出てきたときは狙ってみてください。非常にいい武器ですので、まあ外れではないと思いますので、まだ持ってない方は、当ててみてください。そんなわけでね、今回ここになります。お疲れ様でした。ダイヤモンドよりもアルカリウムでした。お疲れ様です。